い。え、私はい、11月道玄坂カフェ日本酒オフ会2本目、第2回2本目はい、そうですね、ですね。はい、始まります。こっちよ、こっち。あ、こっちよ。はい、これなんだっけ、これモダンって書いてあります。モダン、いきますか。はい、おはようございます。はい、はい、うわ、香りがめちゃくちゃ強いぞ。なんかさっきよりちょっと強すぎる。乾杯。香りが強いですね。あ、ちょっとマジ焼酎、マジ焼酎。そう、なんか苦い、なんかちょっと苦味が感じるか、うん、苦い。あ、ほんとだ、苦い。さっきね、スッと入ってきたからちょっと顔で表すと苦さレベルって感じ。苦さレベル。あ、辛口って言ってもちょっと苦味がある辛口だね。辛口なんですね、うん、辛口だこれ。あ、ほんとだ、今ピリピリピリッとピリピリピリッほんとほんとほんとたぶらかす系だから騙されないでよ、はい、騙されないでよ。でもいいな、怖いよ。たぶらかすからねお酒の感想で分かっちゃう自己診断的な心理テストみたいなね。いや、お腹すいた。うん、なんか絶対これ美味しい。唐揚げでかっ。あ、そうか、種類が、うん、違うんですね。美味しいよ、食べて。え、食べていいんですか。うん、いいよ。え、本当に。いっぱい食べれ、いっぱい食べれ。あ、なんかでかいなこれ、大丈夫かな、うん、ちょっといただいちゃいます。乾杯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 。初めてやったこの乾杯。カラパイ。ふんばろう。うん。唐揚げアイドルとカラパイなんてなかなかできない。うん、が。うまい。すごい。記念日だじゃ今日。うん。カラパイ記念日。カラパイ記念日だ。はい、この動画を初めて見る人たちいるから一応自己紹介してください。うん。うん、はい。私今日何も知らされていなく突然ここに座らせられました、うん、道玄坂カフェスタッフの彩香です。やっ、彩香、はい、よろしく。カチカチ、はい、どうぞ。彩香ちゃんって喋らせろ、こっちこっちの番なんだよこっちの本日ゲストでお招きいただいております。現在九州を拠点に活動しているタレントアイドル、唐揚げアイドル千里ぬこと梅野千里です。よろしくお願いします。千里ぬ、ありがとうございます。めっちゃキモいな。キモいおじさんいますよ。キモーター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 店長だおじさんやはい、お願いします。あとで YouTube の方ではこちらの方、あの動画の説明文のリンク貼るので、はい、皆さん千里ちゃんのことをフォローしに行ってあげてください。よろしくお願いします。ね、今回なんで都心の方までいらっしゃったんですか。あのですね、今回11月の19日土曜日に第2回神保町映画祭がありまして、そこの中でプレゼンテーターを、授賞式のプレゼンテーターを務めさせていただいて、はい、もうカンヌ映画祭で受賞された監督が、グランプリを担当して、準グランプリを私が担当するという大役だったんですけど、はい、いい映画いっぱいあった、はい、いい映画ショートムービー中心だったんですけど、なんかショートムービーってあんまり馴染みがなかったんですけど、すごいショートムービー大好きになりました。なんかショートムービーの面白さを神保町映画祭では感じることができたので。トータルで何本くらい出るの。何作品かちょっとうっすらとしか覚えてないんですけど、最終まで残ったのが6作品だったかな。ああ、なるほど。まあそのぐらいの、うん、で上映で見たのは予告編とか、まあ、神保町の PR に使われた映画、PR のために作られた映画プラスでグランプリと準グランプリを見させていただいたんですけど、どちらももう手が込んでいて、なんか
監督と役者さんとなんかスタッフさんとの熱い熱を感じることができるショートムービーだったので、第3回も神保町映画祭開催されることがもう現在も決定しておりますので、来年も多分11月だと思います。11月の土日に開催されるので、ぜひ皆さん神保町にお越しください。お待ちしてます。じゃあその頃また来る可能性があるんだね。あります。来年も来ます。ぜひ。はい、あやかちゃん何かありますか。私ですか。私はですね、なんで笑うんですかそこで。何で失笑するんですか。はい、12月9日にこちらの撮影させていただいております道玄坂カフェで、読み飲みという朗読劇のイベントをやっております。お酒を飲みながら、まあ、ゆったりしながら朗読劇を見ていただくということで、ちょっと新たな試みといいますかね、このカフェでは新しいイベントとなっております。で今回5回目なんですけれども、はい、私5回とも出演しておりまして、まあ、今回も頑張って、ね、成長した姿を見せればと思っております。メンタル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 だんだんね、言っててところで、あ、頑張らなきゃ頑張らなきゃみたいな感じで、意外と可愛い顔してるからみんな見に来てあげてください、意外とだってこう傷ついちゃうとか言って、ママ私が一番だけどってことかよ。いやアイドルには負けますよ。はい、そんなこと言ってないって。あ、実際に会った方が可愛いよっていうこと。ああ、うん、何だよ、それはセンジさんの方でしょ。いや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 、今回言っとけばまた来てくれんか。全然いつでも来ますよ。はい、ということでございます。はい、よっしゃ。これを公開するのって多分、2日後ぐらいに公開するんですけど、なんか2日後ぐらいになんか生徒さんやってることありますか。2日後ですか。5日後はちょうど大きな発表があってるぐらいかな。また、うん、まだここじゃ言えない感じ。そうですね、うっすらとは言えるんですけど、また九州を拠点に、まあ、全国して展開しているアイドルグループで九州でまた頑張ることになります。うん、詳細はとりあえず、うん、ツイッターをフォローしてくれっていうことですね。はい、よろしくお願いします。いいんじゃないですか。はい、3つ今アカウントがあるんですよ私。梅野千里のツイッターのアカウントがあって、1つ目がほんわか、梅野千里アットほんわかで、こちらで基本リプライを返したりとか機能しているアカウントになって、でもう1つ目が相互フォロー用のアカウントになります。これは以前使ってた、ご当地アイドル活動をしていた時に利用していたアカウントで、まあ、ファンの方から残してほしいという意見があって、じゃあ総合用で残そうということで分けて使わせていただいてます。でもこちらではリプライお返しできてないので、フォローが欲しい方のみご利用ください。そして撮影会もしているんですけど、梅野千里アット CC 撮影会というアカウントがあって、こちらは撮影会専用、写真のアップとかカメラマンさんとの交流用に利用させていただいているので、ぜひ興味があるアカウントがあったらフォローよろしくお願いします。3つともリンク貼るようにします。よろしくお願いします。動画の説明文をチェックのことで、うんうん、で撮影会はどんなドギツイ格好してくれるのか。え、いや私服ですよ、こんなまさに今撮影会帰りなんですけど。おお、うん、あ、そうそう、今日どっか行ったから帰ってきましたもん。世田谷って今日撮影会があって、うん、なるほどな、そうらしいわ、やだねえ、水着じゃないんだって水着もあるけどね、水着じゃないか、撮影会といったらね、なんか水着のイメージもあるかもしれないけど、私は私服専門の私服専門、なるほど、外でポートレースとかもやるんですか。あ、そうですね、野外もします。でもなんか、チャイナドレスとかめっちゃ似合いそう、絶対かわいい、嬉しい、ちょっと着てみたいな、ね、何色がいいかな。赤、あ、赤、なんか青とかも可愛い、うん、意外と水色のね、チャイナドレス可愛いですよね。なんか私水色が好きで、担当カラーが、そうですよね、自分のなんか、ね、なんていうのかな、自分のカラーが水色にしてて、うん、自分のイメージカラー、イメージカラー、そうです。なんか青いのが似合いそうな感じします。ときめきシンデレラっていうキャッチフレーズがあるんですよ。なんか、あ、そっか、性格はサバサバしてるんですけど、キャッチフレーズめっちゃ女子みたいな。
いやいやいや、ギャップなみたいな。半笑いで自己紹介してます。半笑い。いや可愛い格好すればもうシンデレラっていうことですよ。まあまあ、じゃあ何格好でも可愛いから。あ、なんか適当。じゃあ片手5本で表してもらおうかな。あ、オッケーです。なるほど。お？デレレ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 レ片手5本で表してください。好き度数は何本？せーの。一度に来た。まあまあ、ね。ごめんなさい。ごめんなさい。まあまあしょうがないでしょうね。じゃあ千里がさ、これモダンさん飲んだ時の顔やってみて、あの苦い顔。はいはいみたいな感じだ。はい。まあね、ここが辛口女子にはいけると思いますけど。スパークリング系が好きな人はやっぱ確かにちょっと辛すぎるかなって気がしますね。確かめる。あったあった。そんな顔だ。もういいから。再現できない再現できない。苦いね、苦い、こんくらい苦いなんで、あの辛口が好きな人はぜひおすすめなので。うん、うん、まあね、うん、ストレス溜まってる人ほどクワーって飲めるんじゃないですかこれは。なるほど。なんかディスってるようなディスってないよ。一応フォローしてるんですよ。真ん中の意見をね、疲れてる方におすすめなお酒です。はいはいはい。人生人生がボブさんだろう。ボブさんリスナーさんですよ。分かっちゃう、分かっちゃいます。はい、ありがとうございました。もう一本ありますんで、はい、これタイトル通りに一旦この動画を終わりにしよう。はい、はい、じゃあ2016年11月道玄坂 TV 日本酒オフ会2回目2本目でした。ありがとうございました。はい、バイバイ。